どうも、哲学とです。今回もジアブロ3雑談やっていきたいと思います。最近、高速ランビルドとか、高速周回用のビルドってなんかおすすめのありますかってよく聞かれるので、ちょっと今回はじゃあ高速周回についての話をしていこうかなと思います。ディアブロ3ってどうしても、特に、必要なのが、報酬クエストとかだと思うんですけど、報酬クエストとか早く回したいとか、あとね、コンクエストの、ボスラッシュとかね、あそこら辺をクリアしたい人とかね、20分以内にボス全員倒すとか、あと、スピードランかな、ネファリムリフトを2分以内にクリアするってやつですね。クリアしたくて、高速なビルドが知りたいっていう人もいるんで、比較的早いものっていうことでお話ししていくと、私が使ってて、その火力的にも、スピード的にもいいなと思ったのは、デモ版のやっぱり恐怖の地のビルドかなと思いますね。結構、デモ版、テクニカルな、体力が低くて、テクニカルな印象があるんですけど、恐怖の地は比較的、もちろん柔らかいんですけども、なんていうかな。画面全、にいる敵全体に攻撃が、ばらまかれるんで、恐怖の地は報酬クエストとかだとね、結構、快適に回せるかなと思います。それほどなんていうかな、高いグレーターリフトを回したりとかするのはあんまり得意じゃないけど、基本的に T16、トーメント16が快適に回せるかどうかっていう基準で、高速ビルドを考えてみるといいかなと思うんですけど、恐怖の地はかなりそういう意味で一個作っとくといいかなっていう感じですかね。なかなかね、最初のうちは、なんていうのかな、ノーマルの、グレータリフト以外の敵で言うと一番強い、マルサイルが倒せるかどうかっていうのが基準になってくると思うんですけど、そこら辺もかなり、火力は出ますので、ちゃんと組めば、十分戦っていけるかなっていう感じですね。で、あとは、クルセイダーの軍馬のビルドなんかも、いいかなと思うんですけど、馬に乗って駆け抜けられるので、あれも結構速くなるかなと思いますね。あと、ババの恐怖の地も組み方によってなんですけど、結構速く、周回ができますので、要石集めとかね、そういうのでは、いいかも。ババは結構その移動のストレスが少ないので、そういう意味でもいいかなって感じですね。で、この今私が使ってる、ウィザードの課長はどうなのかっていうことなんですけど、これもね、結構移動力高くて、テレポートが無限で使えるってとか、すごい強みだと思うんですけど、かなりね、スピードが出ますので、スピードビルドを目指してる人でもいいかなっていう感じはするんですけど、ちょっとボスランとかね、は使えても、ちょっとね、ネファリムリフトを早く回すっていう意味で言うと、速度に特化したデモハンとか、バーバリアンとか、には及ばないかな。多分、速度的に言うとね、ウィザードのビルドの中では一番速いかなとは思うんですけど、ただ、やっぱり雑魚敵を打ち漏らしちゃったりもするんで、
タイムを狙う上で最適解かというと、ちょっと、まあ、スピードは落ちるかなと思いますね。もう一つ私が使ってるのは、ネクロのね、悪液コンプランスビルドっていうのがあるんですけど、自動でね、死体消費系のスキルを使うと、まあ、自動で、コープスランスが飛ぶっていうビルドなんですけど、あれもね、移動速度、アップする形式で組むと、結構なスピードが出るんで、悪液コープランスなんかも、おすすめかなと思いますね。まあ、大体どのね、ビルドにも足が速い組み方ってあるんですけど、そうですね、ゴールドベルトとかと組み合わせたりとかね、すると結構いいんじゃないかなって気がしますね。あと、ま、敵を倒したり、あと、ま、障害物を壊すと、スピード、移動速度が上がるってやつもあるんで、それも結構必須かなと思います。まあ、スピードランまでいかないにしても、パラゴンレベルで触れるね、移動速度の部分、あそこマックスで25出るんですけど、あそこのところを25にするだけでも結構、通常の歩くスピードとかは変わってくるかなと思います。ネクロなんかだとね、ネクロじゃない、このウィザードなんかだと、まああんまりそこら辺のスピードっていうのは、関係なかったりもするんですけど、まあ、高速ビルドね、まあ、これ役に立ちそうだなっていうものは、なるべく動画でも紹介しようかなと思ってます。で、まあ、そっちも参考にしていただけたらなと思います。まあ、火の鳥に関してはね、その、普通の素のビルドが、スピードが速いんで、まあ、報酬クエストでも十分使えるんですけど、あと、アイテムベースで言うと、ゴールドベルトとかね、を使うと結構いいかなと思いますね。あと、ま、敵のすり抜けができるアイスクライマーとかそういうのも、あると結構いいかなっていう感じですかね。アイスクライマーだったっけ？合ってるかな？で、まあ、ネハリムリフトで言うとね、あとは従者の、宿敵の暗号なんかがついてると、まあ、盗問が出るごとにね、エリートが出てきて、そこで 5% ゲージが稼げるんで、スピードはかなり上がるかなと思いますので、まあ、宿敵の暗号と、あと時の方向は必ずつけておいて、まあ、盗問の効果を、高めながらやるっていうのが結構大事かなと。とね、さっき言ってた移動速度に関しては、パラゴンレベルで 25% まで触れて、で、あとね、靴なんかの装備にも移動速度アップってついてるんですけど、基本合算で上限25までしか上がらないので、まあ、アイテムにつくね、速度アップ効果に関しては、レベル70までの過程とか、そういうところでは役に立つんですけど、まあ、基本ね、パラゴンレベルが上がっちゃうと、上がって、まあ、25% あそこで触れるようになったら、必要なくなっちゃいますので、他の特性値をつけていった方がいいかな、っていう感じですね。
やっぱりアイテム効果でどれだけ、まあ、移動速度を上げられるものがあるかっていうことで考えると、まあやっぱりそのあそこの 25% 以外のところでどれだけ移動手段が増やせるか、まあ、それがまあ軍馬だったり、ワールウィンドだったり、するわけ、復讐の決心だったりするわけですけど、まあ、各キャラクターはね、やっぱそこそこ早いビルドあるんで、ぜひね、ちょっと試していただければなと思います。まあ、今期もね、ちょっと文句とかで早いビルドがあれば、そういうのも紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、やっぱり高速ランビルドがあると、ジェムを、カルデさん用のジェムを育てたりするときに、まあ、低い階層を、まあ、数分で回したりとかね、そういうことにも使えたりするので、まあ、そういうのファーミングとか言ったりもしますけど、まあ、ファーミングとか高速ランで調べると色々と動画なんかも出てくるんで、そういうのも参考にしつつ、やっていくといいかなと思います。あと、ま、速度関連で言えることとしては、やっぱり難易度を下げるっていうのも結構大事で、まあ、速度が遅くなっちゃう理由って結局、敵が硬すぎて、まあ、倒すのに時間がかかってるっていうこともあるので、まあ、自分が、上げたいタイムが出るまで難易度を下げるっていうのも一つの方法だと思いますね。特にまあやっぱり最初の頃、あんまり装備が揃ってない状態だと、まあどうしても時間がかかっちゃうとか、一回か回すのに、すごく時間がかかるってことあると思うんで、その時は思い切って、難易度を下げるということも大事かなと思います。まあ今の難易度に比べて倍のスピードで回せるところだったら、そこを2回回した方が、効率がいいことの方がほとんどなので、あえて難易度を下げてスピードを上げるっていう選択肢もあるかなと思います。まあ当然難易度が上がると報酬も上がるんで、どっちがいいかっていうところは、トレードオフの関係があるんですけど、まあ私はあんまりこう、高難易度を大量に回すよりは、とやっぱりストレスもかかるんで、楽にクリアできる難易度を大量に回す。で、まあそれでモチベーション維持する方が、なんか、自分には合ってるかなっていう感じでやってますね。まあ結局低い階数をたくさん回してレベルも上がっていくと、その分火力も上がっていくので、結果的に上の方の、周回速度も上がっていくっていうのは関係があるので、まあ、なるべく、そうですね、短めにやった方がいいかなと思います。まあ、ただ、グレータリフトなんかに関しては、ある程度時間はかかるけど、まあ、上の難易度でやった方が効率がいいっていうこともあるんで、まあ、そこら辺はね、前に紹介した、パラゴンカルキュレーターっていう計算サイトなんかで、まあ、自分のかかる時間と、目標レベルを比べてみたりすると、どこのリフトで回すのが一番効率はいいかとかわかるんで、ぜひね、そちらのサイトの方も使ってみていただければなと思います。どうもありがとうございました。哲学とでした。